こんにちは、サトイロです。こんにちは、ゆいです。昨日ですね、僕らちょっと夜中にプライベートでね、あるものをやってたんですけど、うん、それがもうめちゃくちゃ楽しくて爆笑しましたねめっちゃ楽しかったので、今日はそれをやっていきたいと思います。イエーイ。ということで、何をやってたかというと、まあタイトルとね、サムネにもある通り、絵しりとりなんですけれども、もう僕らの絵力がなさすぎて、えらいことになったので、今回は皆様にそれを見届けていただこうと思います。ということで、絵の、絵のポテンシャルは結構高いですよ。はい、高いですか？はい。エレキは？エレキは24年ですね。エレキ24年ですか？かなり長いですね。そうですね。僕はあんまり長くはないんで。生まれた時からエレキは、ね、あスタートしてます、はい、そうなんですね。さあ、そういうことでイラストチェーナーということで、みんなでつなげる絵しりとりやっていきましょう。さあ、そういうことでって何？どっちでもいいよ。この端末だけで遊ぶ、これオフラインできるのいいよね。のから始めて、ので終わらせてねって感じで、これはそれ最初の文字と最後の文字が決まってるんだよね。そうなので、んで終わりじゃないんだよね。はい、やっていきましょうか。はい、じゃあヒロ君から。俺からですね。あ、OK。 なんだなっちゃう。これね、不適切な言葉とかやるとね、そうダメなんだよね。入力されないからダメなんだよね。だからちゃんと昨日なんか友達とやって殺すっていう友達がね、絵を描いて入力したらダメだったんだよ、ね。ダメ、弾かれたね。そう。さあ、できました。はい。そんな面白い？はい。の？の？のだよ、の。の。泣いてる。泣いてる、泣いてる。はい、どうぞ書き始めてください。誰がやっても一緒や、一緒や、思うて。その人の名前が思い出せない。わかった、思い出した。わかった、わかった、思い出した。ゆいは優しいから、こういう可愛いのを描く。やばいよ、それ何それ。はい、できた。はい、これ来たでしょ。わかった、わかった、わかった。わたらじゃん。わかったでしょ。わたらじゃん。おー、いいね、いいね、いいね。つながってるね。あ、じゃあ、ゆい、昨日描いた力作。マジ、全然力作じゃねえんだよな。なんなの、その点々の目。なんで口が大体そのなの。顔が全部一緒なんだけど、君の描く動物。あー、いいね。あー、いいね、これ。おー、いいね、これ。これ上手くない？これはね、どうせ俺に分かっていただきたいみたいなことを言ってくるとき、だいたい鬼滅ネタなんですよ、きっと。鬼滅のキャラでリがつくやついたか？リリリリリリ、分かる。なにこれ誰だよこれ、4文字だし。何手挙げてんのこれ。羽？だってリだよ、リ。ひらめいた。ひらめいた。これ似てね。顔全部一緒なんだもんな。だって描きづらいんだもん。ちょっとこれはゆいたちの好きなあれモード入っちゃったね。好きなあれモード入っちゃった。うん。あー。はい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 。うんこうんこうんこ。うんこうんこうんこ。うんこうんこうんこ。さあ、何が返ってくるか。伝わったかな。多分伝わったと思うんだけどな。同じ系統だしな。はい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 。これはもう分かりやすいですよ。戻ってきた。ちょっとアニメネタですね、これは。トイレが？違う、俺の書くやつがね。せっかくアニメネタからさ、脱出させたのに、またアニメネタやんの？うん。これ結構うまいと思う。伝わると思うんだけどな。あ、知ってるっぽいね。書き始めたもんね。何書いてんの？タケノコ？あ、ですよね。ですよね。ですよね。それ合ってるかな。合ってると思うよ。ちょっと見出していい。ええー。ちょっと見出していい。最後ゆいだよ。わー。いや、これやばいな。これやばいな。伝わってくれ、頼む。俺らの仲間が伝わるはずだ。あ、違う。間違えた。村じゃん。ラじゃん。無でやっちゃった。じゃあダメだよ、おしまいだよこれ。バカかお前。ナチュラルにミスったんだけど。バカか。
かお前。村なのにラじゃなくて無でやっちゃった俺。無から始めたってことだけ言ってください。ごめん間違えちゃった俺が。頼むから。アニメ？分かってくれ。いやアニメっていうかなんかそのなんか言葉だよね。わかんねえよ。何これ。なんで寝るの？家じゃん。家だけど。無から無から始まって、うん、ベで終わるよ。ベ？じゃベかけばいい。そうなるよね。そうなるんだよね。なに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 。インチキ出たぞインチキ。それもうインチキじゃん。お弁当の海苔とかと一緒だよそれ。部類が。なんだよラ。なんで無を書くんだバカが。俺ここレムから自分でつなげちゃったんだろうね。本当だよ。でちなみにこれはあのむっつりスケベでしたということで、里結衣の画力がひどすぎる回でした。なんか言うことありますか？最後に弁明することありますか？エレキ24年さん、こいつが悪いです。しりとりはちゃんとつなげましょう。バイバイ。なんだよこれ。